こんにちはフリップジャパンの藤井圭司です今日からフリップジャパンで勉強している皆さんに向けてお話をしていきたいと思っています。もちろんお父さんお母さんたちもですねぜひ一緒に見てください。それで今日からまた新しいテーマ前回少しお話しましたけれども今ほど教養が必要な時代はないということを大きなテーマで今日はな じゃあ教養を身につけるにはどうすればいいのかそのことをですねまず少し皆さんと一緒に考えたいと思っています前回ですね教養がある人とはっていうのは柔軟に物事を考えられることそのためにですね自分の頭をですねこう耕すことができる人だということをお伝えしました皆さんはいかがでしょうか自分の頭をですね耕すそんなことを経験しているでしょうか そこでいつものようにですねあなたはどうすればですね例えば答えは一つではないことあるいは正しい答えがあるかどうかもわからないような問題をどうすれば考えることができるようになると思うでしょうか少し考えてみてくださいいかがでしたか えいろんな答えがあったと思いますけれども実はですね単に勉強をして多くの知識や情報をですね集めるだけでは柔軟に物事を考えられるようになれません答えが一つではないあるいはそもそも正しい答えがあるかどうかもわからないような問題はですね単に知識や情報を得るだけではですねその問題と向き合うことができないと言われているんですねましてや仮にあなたがですね 東大に入ることができたとしてもそれでもですねそのようなことは考えることができないと実は東京大学の先生たちが言っていますえみんなの現実に置き換えるならばおそらく今はですね情報をたくさんん集めるることはある意味簡単なんですでもどうでしょうかその中のどれが正しい情報なのかあるいはどの情報が何の役に立つのか。 あるいはこの情報をどのように用いるといいのかそのことをですね実は考えることができる力実はそのことがなければ教養を身につけたとはですね言えなくなりますこれからの時代はですね情報を集めることはそんなに難しくありませんむしろどれが正しい情報なのか間違った情報なのかを この見極めるのが非常に困難な時代と言われていますぜひ皆さんにはですね本当の教養を身につけて大人になってほしいなとそのように思いますこれから一緒に学んでいきましょうではまたお会いしましょう